ずいぶん早いお帰りで。起きた。それに井上、長倉。局長、土佐での一仕事、お疲れ様でした。何の話だ。鴨さん、あなたが水戸藩にいた頃からこうした闇仕事を受けていたことは知っています。あなたがあの総集ラッパ風魔由来の剣術、水戸天狗流の宗家ということもね。俺の素性を知った上で土佐から戻ってくる時を狙って待っていたというわけか。近藤さんはあなたたち水戸組を優遇しすぎて、今日の道場で偶然知り合った罪人同然だったあなた方を身風浪士組に温かく迎え入れた。その剣の腕を買ってね。だがこのままでは司令官一派の我々の立場が危ぶまれる。やめろ。まさか身内で殺し合うつもりか。ここにいる我々三人はあなたを身内と思っていませんよ。起きた。安心してください。平山と平間は薬でぐっすり寝かせておきました。あなたを殺した後でちゃんと後を追わせますか。芹沢かも、覚悟。あれは起きた。おい、ゴロ、起きろ。なんやねん。カモさん。来るな。お前たちは来るな。死ね、芹沢。カモさん、なんで来ないなことに。近藤殿、土方殿。さすが水戸天狗流、掃除をもってしてもかなわなかったのか。行き違いがあったとはいえ、私は浪士組の同志を殺めてしまった。私は切腹いたします。ですからどうか、どうか平山と平間の命だけは。なんで謝るんや、鴨さん。先に殺しに来たんは沖田たちの方やろが。それに沖田を殺したのは俺と五郎や。鴨さんだけの責任やない。黙れ。近藤局長は影として水戸藩に使い捨てられた俺たちを救ってくれた。もはや日の当たる場所では生きる道のなかった俺たちをな。だがその愛弟子殿を殺めたんだ。その罪は俺の死をもって償うほかない。せやけど悪いのはうちらやないはずや。その通りだ。謝んなきゃなんねえのはこっちだよ、カモさん。
総司たちはあんたら水戸組の剣の腕を恐れてた。だから勝手にこんなことを。近藤殿。だがやっちまったもんは仕方ねえ。あんたらにはきっちり死んでもらうよ。近藤。沖田総司は老子組一の剣豪として勤王志士たちの間でも名が通ってる。この三部老子組の顔とも言うべき存在だった。その総司が斬られて死んだとなりゃ老子組もたかが知れてると世間の笑い者になっちまう。そうなれば我々はお役御免。幕府からも見捨てられ解散を命じられることになるだろうな。それがどないしたっちゅんや。そないなもんわしらには関係ない。やめろ五郎重助。俺は非情な人間でね、マナ弟子が死んだってのに頭の中は老子組をどうやって生き残らせるかでいっぱいだ。なんやと。俺はな、どんな犠牲を払おうと絶対にこの国を変えてやろうと思ってるんだ。そのために幕府を騙してまで身分老子組を作ったんだよ。でそれを実現するにはあんたたちの力がどうしても必要だ。どうだい、今日からあんたたち第二の人生ってやつを生きてみねえか。